これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間8月19日です。ついた小春によりますと、地元でバス横転がって思ってたら、多くのサックが乗ってたバスなし。ついた鍋によりますと、北川バス転落事故以内の天津白木区のと以前は事故現場近くにあった。ついた特務機関によりますと NHK ニュース速報10時41分鹿児島で31人乗った大型バス横転、少なくとも5人怪我の情報受傷簿。このことについて安心ネット119、8月19日8時38分頃、なめた町687番地の革命バス停付近で救助事故が発生し、消防隊が出動しております。付近の方は消防活動にご協力お願いします。8月19日7時49分頃、鹿児島市6687番地の革命バス停付近で発生した救助事故は消防隊の活動を終了しました。当地のメディアによりますと、今日朝、鹿児島市ひな町で31乗りのバスが横転しました。全員社会に出ており、結果情報は今までわかりません。事故のバスについて、当地の関係者により、事故の時に練習に向かっている途中です。